ちょっと待って、ギリギリすぎて、今日はさすがにギリギリすぎてやばいよ。ただいま。ただいまです。ちょっと待ってよ。ほっ、あ、明るくなったね。ちょっとよいしょ。帰ってきました。東京にも家にも帰ってきた。やっと。ありがとう。にょー、ちょっとさ、眠気覚ましにコーヒーを入れる途中だったんですよ。ありがとう、ありがとう。あきやん、ありがとう。いらっしゃい。大将さん、ありがとう。あ、ファンクラブの動画見てくれた？あれね、TKT さんが、昨日、なんかずっと作ってくれててさ、何作ってくれよんやろか思ったら、私の、こう、1年間の、24歳の振り返りみたいな動画を作ってくれてました。ぜひ見てください。TKT さんの力作。めちゃくちゃ、なんかシュールな動画もいっぱいあったけど。そうなの、作ってくれました。大工さん、ありがとう。ブラッチ、ドナルドさん、さとちゃん、ありがとうございます。スエさん、ありがとうね。あ、そう、今日は愛媛、ライブコマースの、YouTube 配信、小野ゆうきさんの YouTube 配信にちょっとね、アシスタント MC で出演させてもらってました。緊張もしたよ、もちろん。もうすごい方、そうなんです、すごい声優さんたちと共に出演させていただきました。私はね、かまぼこ醤油派です。醤油以外あったんやって思った。醤油ですよ、かまぼこは。コロボタコ、ありがとう。のぶしゃん、あさみさん、ワンダーさん、なるなりさん、なべちゃん、大文字かずさん、ローマ字ゆっきーさん、よっしーパパさん、やっくん、ありがとう。 HM さん、いらっしゃい。あ、ひでゆきさん、キャンディ、え、かわいい。なんか始まった？また。大将さん、マシュマロ、ありがとう。マシュマロですか。ローマ字のマサさん、ただいま。というか今日さ、ギリギリこの BGM つけれたんだよな。そうなの。だからちょっとつけようかしら。ちょっとコーヒーできてからにしようか。ベクポワさん、ゾウさん、ヤッくん、ノブーさん、ブルーさん、エムノスケさん、ライスタインさん、ありがとう。大将さん、キャンディー、ありがとう。たくさん、ライスタインさん、ありがとう。あさみさん、マシュマロ、ありがとう。ロタスさん、ありがとう。家に夕方着いて食事して風呂に入ったら寝てしまって、ひなぽんに会ったのは夢。あら、お疲れ様よ。そうよ、車で来てくれとったもんね。家に夕方着いたの？今日の夕方？そうなのか。ひでゆきさん、ブレイドさん、のぶしゃん、ただいまです。ありがとう。あー、本当？大将さん、みかんジュース買ってくれたの？ありがとう、嬉しい。ぜひ URL からね、概要欄から購入できます。バタコさん、たーくん、かずのりさん、ありがとう。のぶしゃん、
100キロありがとう。ムさんありがとうございます。ネコッチさん、ムーンさん、しんちゃんありがとうございます。大将さん、フローありがとう。大将、今日は頑張ったね。なんだ、頑張ったね。アキヤン、今帰ってきたローマ字のユータさん、ヒロくんありがとう。アドナルドさん見てくれた。そう、コメントもね読んでたんだけどね、なかなかあのみんなのも見つけてたよ、ありがとう。そうなの、いっぱいコメントしてくれてたね。アーカイブ残ってたからコメントも多分残るかな。ローマジオシさん、お疲れありがとう。東京よ、今日ねお仕事がこっちであったのでもう今日帰ってきました。今日がすごいなんかいろいろ予定が敷き詰まってて一日長かった今日。ブラッチありがとう。よし、ちょっとつなげるね。ちょっとコーヒーはこっちで入れる。西枕さん、サンガクーさん、ケンティーさんありがとう。あ、今日はメイクさんにポニテしてもらいました。この昨日のさちょっとリボンつけてみた。どう？ポニテしてもろた。はい、これさ来た BGM どう？あ、オッケー、ありがとう。桜ナイツ試合中だけど。え、そうなんだ。いや今さ帰ってくるとき1試合目途中まで見てて、 M リーグ。そうなのよ、どうなったんだろう。ユーニャンさん、虹色さんお疲れありがとう。おがこさん、キャンディー、ロッピーさん定時配信。そうなの、もう久しぶりになっちゃったね。今日も11時コースかと思いきやなんとか行けました。ブラッチ何これ。あ、ありがとう。ペンギンかわいい、ありがとう。おがこさん、マシュマロありがとう。リュウありがとう。ドナルドさん100キロありがとう。おがこさん、虹色さん、ゴンちゃん、マシュマロありがとうです。小太郎さんもありがとう。あ、ワンダーさんもありがとう。ペンギンありがとう、ありがとう。ペンギン、猫パンチさん、シバさんありがとう。ただいま、ただいまです。いいじゃん。寒っ。さっきまでさ、今日ワンピース着てたんだけど寒すぎてもう着替えちゃった。うん、そうなの。猫むたさんありがとう。けんけんさん100キロありがとう。プレゼントと猫ぽ、マシュマロありがとう。ピルクルもマシュマロありがとう。こっちさん、キャンディーありがとう。グッチマシュマロ、アメグマさんもロリポップキャンディー、ピルクルマシュマロありがとう。ひらがなのカズさんいらっしゃい。ゆでゆきさんお疲れありがとう、ありがとうございます。あ、いずきゅんありがとう。誕生日はそっか前後3日だからまだしばらく誕生日しようか。昨日でした誕生日。ローマ字のユッキーさん、マシュマロありがとう。大文字テストさんありがとうございます。ありがとう。マサさん、コーヒーねもう入りました、ほとんど。でもね
ちょっと思ったんやけど、ドリップしたやつを置く場所、置くとこなかった。そういえばちょっとどこ置いとこうかな。まだまだ入るな。しかもおだっちさんありがとう、神岡んでさん、マシュマロありがとう、スコールさん、おかきさん、私があのさん、ありがとうございます。昨日誕生日でした。カポさんありがとう。カポさんか。あまつきさん、マッティさんありがとう。ブレイブさん、ショーンゲイさん、ムギさんありがとう。大勝さんありがとうございます。特典会お願い事ばっかり。そうか、ありがとうね。昨日はアメグマさんいらっしゃい。おかきさん小判ありがとう。エペッチさん、アントワーヌさん、コシさん、エピオンさんありがとう。ありがとうスコールさん、誕生日になりました。そうなんです。カリタンありがとう。隊長マシュマロありがとう。大勝さん100キロありがとう。ストリットくんいらっしゃい。ロッピーさんマシュマロありがとう。マミちゃんフルありがとうね。朗読すごすぎましたよ。しかもこう隣で聞けるという、いや本当にあのなんだろう、お仕事だったけどすごくあの勉強もさせてもらえたという良い経験ができました。本当にすごかったです。朗読ね、私もまたねお仕事とかでももらえたらいいな。ユッキーさん、キャンディーありがとう。 TKD さん、オタクの鏡。なんか最近ねすごいあの隠し撮りというか、あの入りの時とか現場に入る時とかもねすごい回しててね、 TKD さん多分めっちゃ動画あると思うよ、私の裏側というか。ひでゆきさんありがとう。マシュマロ、桜井翔さんありがとう。ゆうじさんありがとう。大地さんマシュマロありがとう。おさぴーさんかわいいありがとう。ハイドさんいらっしゃい。お腹いっぱい、あね、いっぱい食べたよ。しかもね、お弁当もね、いただいてさ、お弁当がもうめちゃくちゃ豪華なさ、お弁当やって。めっちゃお腹いっぱいよ、今。ひでゆきさん、バラありがとう。アイスブルーのひとみさん。ありがとう。おだっちさん、ありがとう。しりとりの TikTok。何？しりとりの TikTok。楽しいって言ってる。竹山みいつさん、海ほたるさんありがとう。さっさ1年間、この1年間のあの動画を集めてくれたらしいよ。あ、そろそろ行けたかも。あ、こっちに1回置いとこうか。オッケーオッケー。はい、ではまだお供は後からあるんだけど、お疲れ様、乾杯。ああ、美味しい。なんか昨日と今日は本当に一日にぎゅっとさ、いろんなことが詰まってて、もう気づいたらこの2日間経ってたって感じ。すごいいろんなことがありました。ようちゃんね、あの最後あのファンクラブの動画最後まで見たらね、いいことあるかも。あ、虹色さんありがとね。 TKD さんも喜ぶ。 ISM さんありがとうございます。ローマ字のよしさん、キャンディーありがとう。
わー嬉しい、コメントもいっぱいしてくれてありがとね、 YouTube 嬉しい。かまぼこってマヨネーズなの？へえ、初めて聞いたんだけど、ロッピーさん、かまぼこマヨネーズって食べるの？ドナルドさん、ラブレタありがとう。ヒラさんいらっしゃい。ヒロくん100キロありがとう。全然、昨日何時にやったっけな、私遅かったよね。スイカさん、マシュマロありがとう。笹団子さん、ウラシャンありがとう。海ほたるさん、かわいいありがとう。ダッチャーさん、ヤワサハさん、わー、甘藤さんありがとう。万感の涙注文してくれたの、ありがとうございます。あれ、私もめちゃくちゃ気になるんだけど。キリンさんありがとう。ユッキーさん、フルありがとう。セレナーデ、僕の名前を呼ぶ君の声、胸のポケットにしまって、はい、わかる。かまぼこね、私わさびが好きだから、あのかまぼことわさびつけて食べるのめっちゃ好き、わかる。ヌラさんありがとう。ローマ字ののりたま、マシュマロありがとう。土屋さんありがとう。スイカさん、フルありがとう。移動が反復横跳びみたいですねそうだね本当にそうなの。確かにこの3日4日で愛媛と東京行き来したのね。メイツさん1500回なの、ありがとうございます。すご、ありがとう。のびしゃん、マシュマロありがとう。底辺さん、フルありがとう。メランコリニスタってなんだっけ、メランコリックじゃなくて。ししまるさんありがとう。しんちゃん100キロありがとう。おだちさんありがとう。仕事終わり電車なう、お、お疲れ様、かりたん。そうなの。ししまるさん、キャンディーありがとう。明日の松山は雨、東京は曇りのち、夕方から雨、あれ、そうなんだ、明日は天気悪いのね。そっか。ミュージックショップさんありがとう。スエさんありがとう。キャンディー、あ、フルもありがとうございます。生誕祭の余韻冷めやらぬ。セレナーデ最高、あー嬉しい、ありがとう。セレナーデ嬉しいです、そう言ってくれて。あ、ST オータさんありがとう、嬉しい。ユージさんありがとう。ギュウさんありがとう。コバッチさん、ノムさんありがとう。あ、おめでとう、アントワヌさん、あ、よかったよかった、メール来てた、よかった。Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dear Antoine さん。 Happy birthday to you。 おめでとう、アントワヌさん、ありがとうございます。ローマ字のヨイさん、フルありがとう。ファンクラブの、あ、動画見てくれた普段の顔が見れて感動したなんかおもろいのめっちゃ混じってたでしょ。トコトコさんありがとう。キラさん100キラありがとう。甘藤さん、アイス。のびしゃん、キャンディーありがとう。みっちゃん、みっちゃんいらっしゃい。のびしゃん、フルありがとう。今日も大将さんありがとう、ありがとう。トコトコさん、マシュマロありがとう。ムナガネさん、シンシンさん、シンシンさんありがとう。ヨッピーさん、かわいいありがとう。いや少し早くないわ、借りた26歳の誕生日まだまだやわ、それに関しては。なおさん、HK さんありがとう。
今日花粉きつかった。あ、そうなの？今日花粉症やばかった？まあ、確かに TKT さんもやばいって言ってたかも今日。花粉症大丈夫かね？明日から天候荒れるらしいから帰ってきて正解って。あ、でもなんか東京も雨降るとかってさっき教えてもらったけど。ね。秀幸さん、ワンダーさん、かわいい、ありがとう。シロさん、いらっしゃい。え、やっと BGM？ これやばい。 HK さん、マシュマロありがとう。カタカナユッキーさん、いらっしゃい。あ、そうそうそう、虹色さんが言ってくれてるんだけど、矢吹さんのさ、チャンネルあるじゃん、矢吹さんので、あのこないだ矢吹フェスに出演させてもらった、まあ、こないだって言っても去年の5月とかだけどのやつ、 YouTube アップされてるみたいで、私もあの映ってるというか歌ってるので、ぜひそうなの、見てみてください。あの木梨さんとか所さんもあのステージで歌われたりとかいろいろありまして、それがね、そう、動画1本1時間くらいあって、赤さんが編集されとるらしい。すごいよね。今日は東京だよ、ユッキーさん。ナオさん、ポニテよき、ありがとう。髪伸びたでしょ。アントワヌさん、マシュマロを借りたん、結婚してありがとう。クマタカさん、マンボウさん、ありがとう、ありがとう。しんいち、ありがとう。ボーダーさん、キャンディー、ありがとう。お、充電大丈夫そうよ、トゲ。やっくん、マシュマロありがとう。ムラピーさん、フル、ありがとう。昨日のライブで癒されて、はっはっ、よかった。私のライブのあれかは分からんけど、よかったです。血液検査、今年一番良かった、だって。ムラピーさん、検査お疲れ様。ヒラさん、キャンディー、ありがとう。アントワンヌさん、新一、マシュマロありがとう。ドナルドさん、フル、ありがとう。ヤシンコ、またありがとうね。バリンチョさん、100キロありがとう。のんびりしたいねんさん、ゴエモンさん、ありがとう。カリタン、100キロぽい、ありがとうね。部屋の模様替えしてたの？クラシャノブさん。ヤックンフロー、ありがとう。ひなほ祭りの余韻に浸っとります、だって。そうやって昨日やったもんね。ねえ、私もだよ、ほんと。はあ、ロボさん、いらっしゃい。ツナフキンさん、ありがとう。昨日目の前にいたのが嘘のよう、楽しかったな、だって。ありがとう、楽しかったよ、こちらこそ。またすぐ会いたいね。わかるよ、ちゃん、春になったらってね。そう、あの徐々に徐々にこう物語が進んできてさ、結末が、まあ、分かってしまうというか、だからすごいさ、悲しくなってきて、最終回、まあ今はもう半分は折り返してるかね、最終回に近づいてて、そうなの、切なさやばい。春になったら。レッツさん、いらっしゃい、ありがとう。ネルさん、パスタ作って食べてるのですが、ひなほさんは最大何束いけますか？ええ、何だろうだろう。え、あんまり私パスタ茹でたことないんだけど。どんくらいが普通なの？ジャンさん、ありがとう、マシュマロ。カオリさん、ルームより。ストンコさん、いらっしゃい。フーガネットさん、ひろゆきさん。ねえ、まみちゃん、ありがとう。感動の余韻、嬉しい。タグ JP さん、ありがとう。ハイドさん、お疲れ。ヨシさん、いいね、ありがとう。
ねえ、ローマ字よしさん、あの写真もすごく綺麗に撮ってくださってました。みーちゃんね、もらったよ。しんいちフル、ありがとう。今度は東京で盛り上げてきちゃってください。そうよ、東京ももうちょっとだから楽しみです。ほんとネコプ、ありがとう。キャンディいいな、ヒロくん、母がたこ焼き作ってくれたの私もこの間1個作ってもらったで、お母さん。イズキュン、マシュマロありがとう。お、ジャンさん、お、見てくれたのかな。フルありがとうございます。ライブコマース、フーガネットさん、キャンディーありがとう。ブラッチ、あ、愛媛いるんだ今。空と森行ってきたってさ、美味しい食事も最高だったんだって。あら、空と森行ってきたんだ。ご飯めっちゃ美味しいでしょ。というか種類がめっちゃあるんだよね。コシさん、キャンディーありがとう。ヤマピフル、ありがとう。昨日は渋谷の竹田って焼肉屋で、あ、え、そう、それさ、あの、どこに書いてくれてたの？なんかそれさ、TKD さんかなが言ってくれてさ、で私が見つけられなかったんだけど、なんか焼肉屋で竹田っていう焼肉屋さんで食べてくれてたんでしょそんなところあるんだ。すごい粋なことをありがとう。よいしょ。まーちゃん、りょういちさん、ありがとう。ストンコさん、100キラありがとう。あ、にじろさん、わかる。みんなのポストで体験しておりますよ、本当に。そう、振り返るのにみんながさ、すごい嬉しいポストめっちゃしてくれてるから。朝日さん、金ちゃん、サイさん、ありがとう。まーちゃん、尊い、ありがとう。ゆこぽんさん、かわいい、ありがとう。えのさんさん、ありがとう。まーちゃん、フル、ありがとうございます。ありがとうございます。松山で美味しいもの食べれた。畑田さんのケーキと、あ、でも あのあそこ行けた。またあのバンドメンバーのみんなでロベントっていうとこ、あのこないださ、ハギの写真撮って載せたじゃん、 X に。あそこのお店です。なおさん、いらっしゃい。昨日はどうもあざす。結局、え、そんなにえ、あの撮影可能タイムの時に400枚も撮ってくれてたの、すごっ。ふわわさん、いらっしゃい。TKD さんと魚住さんのデータで写真と動画できる。確かに確かに。きなこしさん、いらっしゃい。小野さん、ジョジョの、あ、そうですよ、そうなんです、ジョジョのね、4部の主人公さんなんですよ。いや、他にもいろいろ、もう今の今期だとマッシュルとかも出られとるし、本当にすごい方です。バンガンさん、ありがとう。リボンやで、ありがとう。ナオさん、お疲れお疲れ。チョコもありがとう。疲れお疲れ。乾杯。アマトさん、のりともフル、ありがとうございます。見た見たよ。え、それちょっと持ってこよっか。すごい、なんかそれもね、こっち持ってきたのよ。しかもちょっと待って、
い見はじけちゃったまた。そう、今回そのね、あの誕生日プレゼントでほらこんなね、あの私のアルバムをくださいました。でちょっと開かせてもらうんだけど、ま、こんな感じで今までの写真をさこうやって載せてくれてて、ちょっと待ってよ。また最後にほらもう本当にたくさんの人からのほら寄せ書きをもらいました。ありがとうございます。読みました。いやすごい、いろんなあのタケノコさんたちもそうだし、いろんな方から寄せ書きもらいました。ありがとう。この中身もさすごくて、そうなの、今までの写真、さ24歳の間の写真かな、そうなのとかこれとかも私がファイトガールで上がった役満集とか載せてくれてたり、これすごいわ。配信6周年の写真とか、これ全部さ、この24歳に会ったことなんだよ、このウェディング写真のやつとかね。えそうなのよ、懐かしい。ありがとう。この所さん木梨さんのとか、これは木梨の回出させてもらった時で、こっちはあれだね、ドリフのあのドリフ麻雀に出演させてもらった時、ロン、まあ、こんな感じでいっぱいありがとうございます。本当に懐かしんでおりました。そうなのよ、すごいよね。濃い1年でしたよ、これ見ながら振り返ってたら。本当にどこまで読んだかな。あ、ここはこれだ、野菜炒めさん、ありがとう。ブレイブさん、フル、ありがとう。今週も天気、気温ともに変化大きい。そう、明日天気悪いとかって聞いたんだけど、雪予報あるんですか？やばすぎ。3月だよ。ビクポアさん、かわいい、ありがとう。ノイチさん、いらっしゃい。ムさん、ありがとうね。そうだね、最近本当に忙しめだね。キミヒデさん、ありがとう。リャン、リャンダボさん、リャンダボさん、ブーちゃん、ありがとう。お、ムネタカさん、レインボースター、10個もありがとうです。めっちゃくれてる。かまぼこもさつま揚げもマヨネーズ、初めて聞いた。でも美味しそうだけどね、マヨネーズも。ヒロサマーさん、いらっしゃい。あ、そうやそうや、昨日配信始めたの、もう誕生日が終わる5分前でしたわ。いやもう無理かなと思ったけど、なんとか滑り込みで誕生日配信できた昨日。キミヒデさん、100キラありがとう。え、マジ？明日って2300日なの？え、早いよー。だってさ、こないだ2000日ありがとうとかって言ってた気がするのに、もう2300日なの？いやこれすぐ3000円とかいきそうだわ本当にありがとうね、のりたま数えてくれてて。今回の愛媛短かったよ。まあ、またね、収録とかで
今月はまだ帰るんだけど、とりあえず愛媛は帰ってきた。愛媛から、八坂寺さんですか、もしかして。八坂寺さん、ありがとうございます。え、本当に。ハラメタル、マシュマロありがとう。ウッチーさんありがとう。大文字テストさん100キラありがとう。スコールさんも100キラありがとう。ハラメタル、キャンディーありがとう。クマケンさんありがとう。グッドラックさんいらっしゃい。フォレスト系さん、バンセイさん、あ、大住さんありがとうございます。今日は春が来ましたねって。お、確かにそこまで寒くなかったかもです。でも今週とか雪予報あるらしいですよ、大住さん。小説家さんいらっしゃい。おひなが買ってたから久々にココアシガレット買った。本当懐かしさに浸った。だってね、ココアシガレット懐かしいよね。美味しかったな。美味しかった。八六さんありがとう。ありがとう。もう迎えました誕生日を。ケイシャインさんありがとう。スランプくん100キラありがとう。あ、小説家さんありがとうね。おめでとうって。川崎さんマシュマロありがとう。ねえ、しんいち、最近地震続いてるのよ、本当に。みんな余震などにも気をつけて、安全を確保してね。今日は鼻水が大量に、多分痩せたと思う。え、今って何花粉が飛んでるんですか？花粉症ですか、大住さん。お、ありがとう。ひろくんはひまたぎん時コメントくれてたの。ギギさんありがとう。コシさんフル、ありがとう。コシさん、あ、八六さん YouTube 配信見てくれてありがとうでした。嬉しい。スカボーさん、白夜さんいらっしゃい。あ、わ、大工さん23405回訪問いや、長すごありがとう。2345回訪問だって、長老すぎるね。アントワネさん、レインボースターめっちゃくれてる。10個もありがとう。おめでとう。しかもつかぼうさん100キラありがとう。カニさんいらっしゃい。バンセイさん、マシュマロありがとう。お、マッティオさんじゃん、ありがとう。白夜さんかわいい、ありがとう。その日暮らしさんありがとう。55分、あ、オッケー。キラライーさんいらっしゃい。コバキンさん、キョンシュさん、小野寺和志さんありがとう。安則さんありがとう。毎週ひなほちゃん、今週末で4週連続。え、4週連続か。そっかー、5週目来週のことなかったかな、来週なかったかな、わかるかな。よっちさん、まひまひさん、トールンさんいらっしゃい。あ、ワンガンさん、太鼓の奥間ありがとう。太鼓の奥間、ローマ字のおさむさんありがとう。ナンさんありがとうございます。あー、ジブリクリアファイルと手紙、やっぱり私いただいてないな。そう、もしかしたらね、あの愛媛の私のお家にもあるかもと思って、昨日も見てたのよ。ユッキーさん、なかった。そうか、もう一度言ってみるか、事務所の方に。あれはもらった、パジャマ、もこもこの。ありがとう。なあさん、はるかさん、すけさん、かっくさんありがとう。
帰ってきた、安くて美味しかったって。あ、帰ってきたの、ブランチ。何食べたんだろう、空と森の。なんかそこはね、宿泊とかにしたらバーベキュープランとかあって、私友達と一回それ食べたんだよね。バーベキュープランで、なんかソフトドリンクとか、まあお酒もそうだけど飲み放題で食べ放題のめっちゃいいで、宿にも泊まれるっていう、すごく良いとこです、空と森。調べてみそう。マサさんいらっしゃい。昨日のライブの曲が応援歌のようになってた一日でした。だって力になってたかい、昨日のライブは。おさぴーさん、うま、ありがとう。春になったらの世界にのめり込んで、木梨さんに会った時に体調が心配になったりしないって。え、ちょっとするだってもう木梨さんの演技がもう自然すぎてというかすごすぎて、もう本当にしか感じない。春になったら見てると。おさぴーさん、うま、ありがとうございます。あ、ポストしてくれとるのか、焼肉だけだあ、食べ放題なの、めっちゃいいじゃん、行こっかな私も。オーナーさんいらっしゃい。ワンガンさん、フル、ありがとう。先週風邪で寝込んでたけど、今週は、あ、無理せずだけど会いたいので治りますように。ワンガンさん、スケさんおやすみ。オーさん、ジュンレベル45さん、魚さん、ナカちゃん、ルドルフさんいらっしゃい。あ、そうだよね、コロボ、マリエル大津さんのねフェスタが今年もあれば、そう、歌わせていただけるかも。マサさん、キャンディーありがとう。 お疲れもありがとう。パスタは普通一束か、そうかそうか中華丼なら作るよ、ねるさんパスタなんかね、パスタはもう生まれてこの方ほとんど茹でたことない、何回かしかないよ。うさぎさん、ありがとうございます。にじいろさん、おう、ありがとう。仙人さんいらっしゃい。サイさんありがとう。トラガンバさん、マシュマロありがとう。そうだよ、サイさんありがとう、マシュマロ。これすごいよね、この写真。しかもなんかこれ肌触りもさ、いい肌触りなのよ、この本がいい肌触りだわ、これ。これすごいよ、しかも桜がこう散ってる、私のウェディングの時のやつです。え、チェルシー販売終了、ひとみさん。え、悲しい。そうなんですか。サイさんいらっしゃい。130ブルースさんありがとう。濃い1年でしたねってね、虹色さん。でも本当にこれ1年前の出来事なんだっていうくらいさ、これ最近なんだけど、この間このなんだろう、ビッグショーとかも、まあ、ビッグショーはあれだけど、配信とか。成玉、ま、ありがとうありがとうありがとう。寄せ書きも7回目になるのか。毎年本当にたくさんありがとうございます。ようちゃん尊い、ありがとう。結婚してありがとうです。ひろちさん、よしぼうさん、せんぱぱさん、ヤフカラホーさんありがとう。若いさんいらっしゃい。サクサクさん
ありがとう。ローマ字よしさん尊い、ありがとう。おー、よしぼうさんマグロラーメン見た？あ、結構食べますか？よしぼうさん美味しかった、めっちゃ。ありがとうね、よしさん。ローマ字の若いさん100キラありがとう。こんばんは。生卵っちさんありがとう。カズメイさんいらっしゃい。 AKA さん、サカピーさんいらっしゃい。鼻水ダイエット中もうダイエットできるほど出るんですね、大住さん。鼻水なんかさ、花粉症って口の中めっちゃ痒いって言いますよね。なんか口内のこの口内がもう全部痒いみたいな、喉と聞いて、もうそれ聞いてなんか、うん、私はダメだと思って、それなったら。赤花さんいらっしゃい。あ、スギ花粉は今がピークなんだ。このあとヒノキ。あ、ヒノキ、みんなヒノキ大丈夫？エウグレナさんありがとう。 JJ さん、ヘボーさん、ひらがな赤さん、こんばんは。秋山さん100キラと、え、お仕事なの？あ、から帰る？お疲れ様。風と海とさん、しげきさんいらっしゃい。マサさんフル、ありがとう。昨日渡したプレゼントの折り紙フォト、あ、見ました、見ました、ありがとうね。飾ってねって、飾ってるよ。大谷翔平さん、赤髪パイセンさん、佐野ピアノさん、オカムさんありがとう。ようちゃんフル、ありがとう。自宅でのたこ焼き一個バースデーは画伯が受け狙いで出したのって、いや本当に本当に何もなかったらしい、あの日。まあ、誕生日に、まあ、なった誕生日の日ではなかったやん、あの日。2日の夜中だったから、何もない何もないって言ってたらたこ焼きが出てきた。白白パンダさんありがとう。エイジさん、 FWDW さんありがとう。アントワネソフルー、ありがとう。あ、ありがとね、来年も歌うよまたローマ字のマコさん、ヤマさんありがとう。待って、マコさんキャンディーありがとう。ヤコポンさんフルー、ありがとう。くしきのでもマグロラーメン、麺のすすりが食欲をそそりました、だって。あ、私のあのあれだね、高原食堂、そうやって美味しかった。まことさん、風のランナーさん、りんりんさん、まえちゃんさんありがとう。ログインボーナスくれたの？うわ、めっちゃいいな、鯛めしと刺身の鯛だって、天ぷらのタコめっちゃ食べとる。さとしさんありがとう。仕事帰りにライブコマース、あありがとう、見てくれたの嬉しい。センター街の真ん中らへんだから行きやすいようだって、探してみる。そっかー、とか事務所とかにも近そうやね、それ。大工さんフル、ありがとうございます。はぁ、もうこんな時間、今日もありがとうございます。今日7時から生配信してた小野ゆきさんの YouTube チャンネルに、愛媛のライブコマースの MC として出演させてもらってたんですけど、それがアーカイブにも残っておりますので、ぜひURL から飛んでみてください。
生配信のねアーカイブ残っております。そこからねぜひ紹介した物産などもゲットしてみてはいかがでしょうか。お花大好きすぎるからずっとねそれからはおばあちゃんのところにお花があったりとか、で私の部屋とかにも飾ってたりもらったやつしてたけど、きなこがね入ってきたら食べろんよ花をもうずっとね飾れてなかったの。草も大好きだよきなこ。猫草ってあるじゃん、なんかね毛玉固まってたりとかしたら猫草食べるとこう出てくんですよ毛玉が。っていうので草をね置いてあげてた時期があるんだけど、もう爆速で食べるから逆に心配になってきて、草食べすぎてでなんかちょっとずつあげてた草は。なんかね水とかやったら勝手に生えてくれるさ植木鉢の草があるんですよ猫用の。それにこう水やって草生やしてそれを食べるっていうこの無限ループ昨日の9ヶ月の写真めっちゃ可愛くない？東京に持ってきたのか。持ってきてないよこの昨日の母のあれですか、チョイスのやつあれ私も初めて見たんだけど、あの写真に納豆食べる猫いるんですか。へえー、そうなんだ。コメント追いついた、ほんと。なにーポップマスターさん2戦目楽しみ。まだ1戦目途中だわ。 M リーグ見てるの。きなこの真似うますぎるの子は花も好きだしレタスも大好き、かわいいレタス好きなのかわいいね。食べれるんやっけレタスって。仏壇の花なくなっちゃうの。はやてさん、せんとちゃんありがとう、りんりんさん、キャンディありがとう。草食べすぎて草生やしてた、そうだよそうなの。キイちゃんはきっと野菜好きなんだな。小太郎さん、それはいいことだよな。キイちゃんは草が好き。ありがとうユキさん。TikTok に載せてくれたの？昨日の動画。そう、撮影可能があったからね。たいしくんいらっしゃい。花ストロベリーフィールズの花言葉は永遠の愛です、だって。あらー、ストロベリーフィールズ、もしあの昨日のお花のことかな。ポンさん、マシュマロありがとう。ヤスプッチンさんありがとう。ブラッチマシュマロありがとう。チュール嫌いな猫がいるらしいね。そう、それ聞いたことあるけどさ、本当かな。幻じゃない？そんなにゃんころがいるとしたら。チュールってもうさ、もう猫界では何？神の食べ物じゃん。大好きじゃんチュール。きなこも大好きだよチュール。キイちゃん食いしん坊だよ。多分猫界の中でも草そうなの？ポップマスターさん、草が主食って何？何草食べてるの？いたわ、家チュールな、チュール嫌いな子なんだって。ブラッチンとこ珍しくない？それすごい。なんか猫カフェとか通ってた時もめっちゃみんなチュール好きだったけど。よし、では今日のお供見て、愛媛の今
ライブコマースのお仕事しながら愛媛の瀬戸か買ってきた瀬戸かいよかんミックス、野菜生活の、そう今野菜生活がちょうどあの瀬戸かになってるのよ、愛媛の。やったー、これ飲みます。では頭ある方一緒にコアパーイ、お疲れ瀬戸乾杯。うん、美味しすぎる、飲みやす、なんかあんまり酸味ない感じだね。でもみかんの味はめっちゃする。甘い、おいしい。これめっちゃおいしい。野菜の味もする。うわーこれいいな。そう、東京でも愛媛を感じれるということさ。チャオチュールに花味ってあるってないけどさ、あのこないださ、なんか動画で見たけど、チュールの花束を猫にあげてる飼い主さんがいた。チュールだよって花束にしてあげてたビビってた。クジラさんいらっしゃい、ありがとう。よし、じゃあ閉めていこうかな。ローマ字のユタさんありがとう。アントワヌさんそう、食べ物ねちょっとダメになっちゃって、前までねめっちゃ美味しいのもらってたのに。アントワヌさん食べたいぜみかん。関西でも売ってるかなって。これは多分売ってると思う。今あの野菜生活瀬とかはね、みかんはどうだろう、売ってると思うけど、全国にも。あれ、私きなこにチュールの花束あげ、あもらったやつね。さ、もらったんだよ、あのチュールの花束もらったことがあるのよ。そうだそうだ、よいしょ、ふにふに、よいしょ、よーし、じゃあ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 ランキング読みしてこっかな今日も。あれどこ行っちゃった。13位からありがとうございまする。13位、あ、ローマ字のヨシさんありがとう、お疲れ様、たくさんありがとうです。12位、おさぴーさんありがとう。おさぴーさん今日も京都でありがとうね。11位、お、大将さんじゃありがとう、いっぱいいただいておりました、ファイト。10位、ひでゆきさんありがとうございます。ひでゆきさん今日もありがとう、昨日もありがとう。9位、ブラッチーありがとう、愛媛楽しめたかい、ありがとうね。8位、おがこさんありがとう、今日もたくさんありがとうございます。ラッキーセブン、お、のりーありがとう、無事帰れたかい、明日はいい日になるぞい。6位、ワンダーマンコさんありがとうございます、今日も昨日もたくさんありがとうございます。5位、お、ワンガンさんありがとう、ワンガンさん5位です、見ていただきありがとうございます。4位、ナオさんありがとう、ナオさんありがとうね嬉しいです、今日もたくさんありがとう。4位、そして3位、あぼん、むねたかさんありがとう、むねたかさん3位、
嬉しい、今日もありがとうでした、たくさんサイダーって。そして2位、アントワーヌさん、ありがとう、そしておめでとうお誕生日にありがとうございます。そして今日の第1位、アボン、はやてさん、ありがとうございます。すごい、あ、ちょうど BGM 終わっちゃった。1位ありがとうね、はやてさん。ということで、おお、ろろろ、3817盛り上げ、ありがとう、たくさん盛り上げてくれてありがとうございます。すごい、毎日配信やってるので、よかったらルームフォローしてまた会いに来てくれたら嬉しいです。今日もありがとう、たくさん、よき。じゃあ最後に、今日は一曲歌えそうだから歌って終わろうかなと思いますので、リクエストお待ちしてます。リクエストタイム、よーい、スタート。つぼみね、ドリーマー、ライオン、ライオンね、もみあげ恋愛サーキュレーションいいね、アンビバレント、春よ来い、あーいいね、あいう歌いいね、アイドル、ひな祭りの歌春なのに、あなた解剖純恋歌、世界は恋に落ちている、ラブソング、泳げたいやきくん、高根の花子さん、あなたに会いたくてあるよ、松田聖子さんの曲で、ライオン、春よ来い、お、多いね。じゃあ終わり始まり、あ、終わり始まりいいね、確かに。まあもうすぐ今日終わるしね、ほんまに